もう時間がですね、もうここに来て10分弱経過してますけども、もうカバのタラの方もね、かなりのストレスで薪糞尿をね3回してます。で、まあ本人たちがね離れてると言ってもね、当然ながらカバは外の良さは分かりません。匂いでねそこにいるとしてね、理解してしまってるんで、カバはね完全に離れて攻撃されないものが扉を閉めに来ないとダメです。再三言うね、攻撃されるものはねもうねトイレの前でね待機しておかないかんですね。はい、もうバックヤードに寄ったらね匂いがこもるだけなんで、風とかで特に強い日はねすぐにカバの鼻につきますんでね、はい、今耳を立ててね音を拾ってますよ。はい、閉めるのは今です。閉めるのはなんで閉めるのかいな、もしかしたら3人とも後ろに引っ込んどんとかいな。まあこういうね出し方しよったらもう事故は防げないですね。当然ながら出発のねカバの部屋からの事故、またここの表の事故ね、はい、今食事をし始めました。今閉めに来ればいいけど閉めないですね。何をチンタラしてるか分かりません。はい、もう最悪最低な状況ですねこれ。はい、ようやく閉め、はい、行きました攻撃室に。はい、閉めな、はい閉めな、はい閉めな、はい閉めな。今攻撃しに行こうとしましたが、あとね寸前でしたね。もうちょっと遅かったらもうまた同じね攻撃繰り返してます。はい、今後ねまたね虐待が続きますんでね、皆様ねちょっとね不安だと思いますけれども、ちょっと私もかなりね心配してますね。これやばい状況です、非常にやばい。過去最大にね大怪我をさせてます。しかもねなぜね攻撃されてるのかね、そういったのも理解できてません。全く。残念なことにね。もうオランウータンとかね、マレーバクとかね、結構長いことやってね、皆さん、ちゃんとしてるように思えてましたけどね、もう、結果これですよ。もう恐ろしいですね。